いきますよ、次のメールです。次こそな。ラジオネーム、これはですね、ちょっとサウナし、某サウナ施設の名前が書いてあるんで、ちょっと一旦隠しますね、ラジオネーム、はいはいはい、ちょっと見せて。なんだ、それ俺がよく言っとるとこやないか、お前それ言ってるんですか、言っとるとこやないか、それ言ってるね、ラジオ行きつけの行きつけの、メール読ませていただきます、はい、どうも初めまして、いつもワニマの音楽にはすごく励まされています。僕はケンタさんと同じ年で誕生日もめちゃくちゃ近いです。なのでいつもケンタさんを見ながら自分ももっともっと成長しなきゃなと思わされる日々です、はい、今はロサンゼルスに住んでいて、タカやこれタカロサンゼルスってタカしかおらんやろこれ日本を行ったり来たりの生活ですがうん、うん、次回日本に帰るのが8月頃なので言っとるやろこれ最近ハマっているサウナ巡りをしたいと思っていますケンタさんはどこかお気に入りのサウナとかありますか言えない言えない。また1日15セット入るという噂を聞きましたが本当ですか本当ですか。次の日とかにライブがある場合は気をつけてくださいね、はい、あまり入りすぎると体に熱がこもって梅干しを10個くらい、食べたくなったりしますのでというメールが届いております、こちら、はい、ワンオクロックタカ君からのメールでございます。いや、タカです。これ今ありがとうございます。間違いないタカ君、これ歌ってもタカでしょ。そうです、はい、間違いないですよ。サウナ、はい、これね15セット入るっていう噂って、これねもう15セット1回入ったことがあったんです。2人で2人で15セットどんくらい入れるかと、高いロックバンドだから負けんぞと、うん、おい急にそこまで行こうっつって、うん、いや10分です10分15セット10分でもう熱い話になって、いや俺はもうこういう感じでやりたいんで、海外帰ったらこんな、ね、いろんな展望を話してね、お互い、はい、それはもう1セット15分の時とかもありましたよ。で10分から15分も入って、うん、で15セット入った日があったんですよ1回、うん、でその時俺次の日ライブやったんですけど、もう、ね、汗と塩分が多分俺出すぎて体から、まあ、出るよ。で体から熱が逃げんくなったんですよで軽いんだ、一応見たんだ、やべえなと思ってもうできっとるから、うん、で夢で梅干しを食っとる夢で起きたんですよ梅干しが食いたいっていう夢で、でも次の日ライブやってもう熱も出て、で一人だけもう新幹線も乗り遅れてやばいと、でもう現地のスタッフさんにとにかく何もいらんと、食事は梅干しだけ用意してくれた。で梅干しを10個食ったんですよ。そうしたら体調戻ってきて、で梅干しとレモン、もうレモン酸っぱいもんとにかく食いたいと、梅干しとレモン食って復活して、その時一番イライラできました。タカ君は大丈夫だ、ピンピンしてました。さすがロッカー、大したものですよ。あ、やっぱもう東京とロサンゼルスを行き来してますから、行き来しとるけどね、はいはい、だから今度はもうワンチャンフェスの時は、はい、20セットいや入らんでよ、目指せ20セット頼むけど終わってからにして、ね、ありがとうございます、タカ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。